ばんは。こんばんは。こんばんは。フォローしました、ありがとう。5周年終わりました。ひとまずお疲れ様で、お疲れ様という感じですかね。今回は本当に疲れた疲れた。あ、すごい、えいひろさん、タワーありがとう。こんな急にタワーをありがとうございます。えいひろさんありがとう。ちょっと書きます。こっちも疲れただだよね、疲れたよね。元気になるドリンク飲んだよ。終わってすぐ飲んだ。5周年タワーありがとう、ありがとうございます。ありがとう。どうでしたか、5周年楽しかった？ありがとうタワー。これは5周年で、5周年カープ、本当に今回はもう盛りだくさん、 STU の曲がたくさん詰まったコンサートでしたね。こんばんは。炎上さん、ポスト883さん、ラブリー48さん、カズイさん、七千しずさん、やすべえさん、あーちゃん、田辺さん、ギフトありがとうございます。2階から見てた。なんか今回の倉庫ランコールで来てたやつ、今回のさ、あの広島グリーンアリーナ、本当に多分なんだろう、この視界からこう本当に全部の場所が見えるっていう、まあ結構その他の会場とかももちろんそうなんですけど、広島グリーンアリーナだから広いのかなって思ってたんですけど、意外とこう隅から隅までこう皆さんのことをね見れたかなって思います。私は本当にね、いやーちょっとね本当に感動しましたね。やっぱりあのいつ見てもやっぱりあのペンライトのあの綺麗な
あの景色っていうのは本当いつ見ても感動するなってすごいね、思いました。改めて本当に感動感動。終わった後にね、スタッフさんとかとも話してたんですけど、瀬戸内の声も本当に感動して、こう会場が水色のペンライトで染まってたんですけど、そうだけどね、ヘタレたちをもうすごかったねっていう、ファンの皆さんが合わせてくれるのすごいねっていうね話をしたんですけど、本当にそうだなと思って、いや本当感動したな。もうね、瀬戸内の声の、私最初瀬戸内の声は山台にいたんですけど、あの瀬戸内の声の山台の山台からの景色はやばいで、あ、やばい、あれはあれはやばい、あ、山台からの見た景色はもうやばいよ、あれはすごかった、本当にめっちゃ感動しました。なんだか本当にまたデジャブみたいな感じになるかもしれないですけど、昨日と、あの本当にあれ現実であったのかなっていう感じ、今あれ現実、あれ今はどんな感じ、今どんな感じですかって感じ本当に、もう今日までなんかずっとね、5周年の練習とかみんなで頑張ってドキドキしてたんで、本当にもうちょっと安心しました。だから終わってからリレちゃんと一緒にもう5周年の立ち位置とか全部頭に入っていたものもグルルルルルルピューポーンってやって頭から取り出してポーンってやりました。もう5周年の記憶はもうポンってスタンドから応援してたよ、 ありがとう、コンサート楽しかった、ありがとう、だってありがとう、本当に夢の世界へと、夢の世界でしたね、本当に夢の世界が広がっていたあのステージでは、夢の世界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 。今日はあれですね、まあなんだろう、セトリで言うと本当に前半に結構シングル曲がこうギュッて詰め込まれてた感じかなって。満足度、おー楽しすぎた、おー嬉しい、パンちゃんのステッカー手に、パンちゃんのステッカーってなんだ、パンちゃんのステッカー、ステッカー、あーもしかしてサイン書いてるやつですか、私が書いたやつかな、ステッカーに書いたんだよね、ありがとう。なんか昨日からずっとさ5周年のやつやってたから、なんか終わったのがなんか悲しいとも思っている。今こんばんは。まあ今日は私瀬戸利多分ね言えると思うよ、多分だけど、出航、サングラスデイズ、ペダル、思い出してよかった、まずこの最初4曲、はい、そっから風を待つ独り言、ヘタレの3曲で、制服の重さ、あ、制服の重さ、
なんか制服の重さってなんかやるの何回目か、何回、今まで何回かやったことあって、1回か2回ぐらいかな、2回か2回ぐらい多分やったことあるんですけど、制服の重さは初めてのポジションだったんですよね。だからちょっと緊張してた。これから先の人生で役に立つものかっていうところの歌割りのポジションでちょこっと緊張しましたけど、あとは原点、まあ原点は出てないけど、大好きな人、無謀まで来たらあれかな、次パーってユニットでしたね。今回はユニットは私は、僕たちはシンドバッドだを歌いました。そう、私が思い入れのある曲っていう、チリパで言った私思い入れのある曲をやりますっていうのは、シンドバッド、僕たちはシンドバッドだでした。そう、なぜかというと、まあ私の中でシンドバッドって言ったらやっぱりミニスタジオのやっぱりイメージがすごく強くて、今まであのミニスタジオ公演でのセットリストの中に、あの僕たちはシンドバッドだが入ってたから、なんだろう、やるってなった時にミニスタジオ時代の頃ことを思い出して、ああの時すごいやってたなっていうのをすごいね思い出して、あーなんか懐かしいなって思ってね。そうなんです。でなんかさっきねめっちゃつぼったのが、帰りのバスの中で、まあ、隣はね、まあおりねさんだったんですけどおりねさんりねちゃんだったんですけど、あの私がメールで、あの僕たちはシンドバッドだっていう文字をこう打とうとしたら、あの僕たちはまでまず打って、僕たちはでシンドバッドって途中までシンドバッドで打とうと思ったら、あのサンドバッグが出てきて、あのポンって押したらサンドバッグになっちゃった。僕たちはサンドバッグだってなっちゃってそれ一人でね、あのそうつぼってたりねちゃんに僕たちはサンドバッグだおもろくないって言って、そうあの予測変換がすごい、それが出てきて、シンドバッド押したつもりがサンドバッグになってて一人でめっちゃ積もってた。僕たちはサンドバッグだそうめっちゃね面白くて、帰りに一人で爆笑してましたそう今回はね、そのシンドバッド、あのミニスタジオでは愛子ちゃんとさこちゃんが一緒に今回もやったんですけど、シンドバッド他は全員初めて一緒にやるから、そうだからね、なんだか嬉しかったです。新しいメンツで、こんばんは。そして春夏秋冬と、春夏秋冬奇跡、おもこい、瀬戸内の声、あ、じゃあ船から降りた僕たちはと、瀬戸内の声、花は誰のもの、瀬戸内の声か。もうすごい、もう盛りだくさん、もう瀬戸りを覚えるだけでも大変でした。本当に次の曲なんだっけみたいな。こんばんは。初めて生で春夏秋冬を見て興奮した。春夏秋冬はやっぱ素晴らしいですよね。
キッチンさん、イーヒロさん、マコトくん、お金持ち先生、キヨ兄さん、コトくん、エンジョーさん、モノモノさん、アラキさん、マコトくん、ヤスベイさん、ありがとうございます。大盛り、大盛り、瀬戸り大盛りですね。疲れた、はい、疲れました疲れましたもうね、すごいんですよ、本当に。終わって、もう私はもうね、体力がないわけで、体力もない。もう疲れ切ってるわけなんですけど、本当にもう元気な人は本当に元気だなって思った。なんか2期生ってすごい元気な子がめちゃめちゃ多くて、終わった後も、もうみんなずっと喋ってて、もう私は喋る気力もないわけですよ。喋る気力もない、本当に。そうね、みんなは本当に元気なんですよ、すごいよ。こんばんは。そう、アドレナリンでみんなわーわーわーって感じだった。うん、おもこえすごく楽しそうだったねって。ペアの時かな、ペアっていうか最後にココアさんとゆうなちゃんと3人でこうペアみたいな感じになって、なんか絡むところがあったんですけど、もうココアさんが本当に可愛すぎてどうしようココアさん本当に可愛い、本当にもう可愛い、本当に可愛い。こんばんは。ココアさんが可愛すぎる。こんばんは。人生初ライブでした、ありがとうございました。おお、人生初ライブ、もう最高じゃないですか。人生初ライブが STU48 っていう、もう最高なパターン、ありがとうございました。どうでしたか。なんかすごいもうさ、なんだか本当に5周年のステージに自分が立ったのかなって感じだって。今家だもん、今はもう私は普通の人間なんですよ。もう私はもう普通の、普通すぎるもう人間に変身した。なのに本当にグリーンアリーナのステージに私は立ったのかしらっていう感じで、帰ってきた時部屋は涼しくなってた。はい、もうなんだっけ、冷房のタイマーを入れたおかげで涼しくなってました。ありがとう、本当に。もう私はですね、ちょっと目をこう開けないともう目が開かなくなってきてしまいましたさ、帰りに愛子ちゃんとりねちゃんと一緒に今本当にね、お味噌汁が飲みたいよねみたいな、すごい畳のなんか誰もいない一人の畳の上でお味噌汁を飲みたい気分だよねって愛子ちゃんが言い出して、もうそれがもう本当にもうその通りと、私もうまさにそこに今私は行きたい、そこに行って今すごくお味噌汁が飲みたい気分って思ってもうなんだろう、
本当に今そんな気分なんです。ちょっと今日はもう疲れてるので、もうちょっと早めにね寝て、今日は疲れを取りたいと思います。ゆっくり。お味噌汁が飲みたい。塩分欲してるのか。いやでもそれもあると思うんですよね。なんか本当にお水ももういくら飲んでももう飲みなんか足りないって感じで。暑かったですよね、なんか会場。どうでした。バンネコさんお疲れ様です。ありがとう、見に来てくれて。本当にね、信じられないぐらい暑いんですよ、ステージは。お味噌汁は疲労回復にいいです。今あのインスタントのお味噌汁しかないですけど、それでもいいのかな。あの味噌が大事っていうことなんですかね。会場暑かった。ああそうなんだ。2曲目で汗が、お客さん見てるお客さんでも汗がね出るぐらいだからさ、本当に私ももう最初の方からもう汗すごかった。あさり美味しいよね、あさりのお味噌汁。そうなんです、本当に。今日は私はちょっとしたトラブルがありました。まあトラブルっていうか大丈夫だったんですけど、あの実は最後何コールでこれ着てたと思うんですけど、この赤いやつ、カープの、あのその下に5周年 T シャツ、これは5周年 T シャツないよ、普通の私のあの普通の私の T シャツなんですけど、下に5周年 T シャツを白いの着ないといけなくて、最初着てなかったんですよ。そう、あの着てなくて、それ出ようとしたら中に5周年 T シャツ着てねって言われて、あ着ないといけないんだと思って、自分のとこ探してなくて、5周年 T シャツアンコールだから急がないといけなくて、あの自分のとこにないからどこにあるんですかってすごい探してもらって、結局本当に最後私だけになっちゃって、ちょっとねちょっと焦った、ちょっと焦ったね。なんか一人最後残されるとすごいね焦る、焦る焦る。どこにあったの。なんかね多分ずれてたんだよね、着る人のやつが隣の隣ぐらいにあったから、多分ずれてたんですよね。なんかね結構ね救急になってるから、こうどこが誰の仕切りかっていうのがなんかあんまり分かりづらくて、ちょっとずれてたんですけど、今日はねちょっとそろそろ終わろっかなそろそろ終わろっかな。まさぴょんさん、まことくん、ちるいるさん、とうくん、えんじょうさん、ギフトありがとうございます。星野まさきさん、荒木さんもありがとう、ももものさんもありがとう、やすべえさんもありがとう、こんばんは。ありがとうございました。本当にすごい素敵な景色を見せていただいてありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでくださいね。また明日から頑張りましょう。じゃあランキングを読みます。あ、美濃山美濃蔵さん、くまありがとう。じゃあ13位田辺さん、ありがとうございます。12位お金持ち先生、ありがとうございます。11位炎上さん、ありがとうございます。10位松勘さん、ありがとうございます。9位ラブリー48さん、ありがとうございます。8位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。7位ものものさん、ありがとうございます。6位荒木さん、ありがとうございます。5位七千しずさん、ありがとうございます。4位まことくん、ありがとうございます。3位やすべえさん、ありがとうございます。2位まさぴょんさん、ありがとうございます。1位は
えいひろさんでした。ありがとう、たまありがとう。じゃあ皆さん今日は余韻に浸って寝て、明日からもまた皆さんお仕事とか学校とかね頑張ってください。ありがとうございました。またねー。またねー。バイバーイ。ありがとう。おやすみなさーい。